号のインストールですね。なかなか第一章終わらないですけど、進めていきますと、開発に必要なものとしては Go のツールチェーン、開発環境ですね。Go のソースコードを規格に翻訳するためのコンパイラーだったりとか、標準パッケージや開発に便利なツール群も、まあ、Go ツールとかも含まれます。あとはエディターですね。これは、まあ、エディターとか、ID ですね、統合開発環境は、まあ、ご自身の好みで、選んでください。例えばこう私がこう Vim 使ってるから皆さんも Vim 使いなさいみたいなことは、言わないです。なので、好きなものを使ってください。で、あとは Git ですね。Git は、残念ながらこうほぼ必ず使うことになりますと。まあ皆さん GitHub とかで、Git 使ってると思いますので、まあ大体開発してれば入ってるかなと思いますが、まあこれはですね、サードパーティーのソースコードを取ってくる際に内部で Git を使うことが多いからですと。最近 Go プロキシというものが開発されて、Git を使わずにプロキシ経由で、まあ、なんだろう、ZIP で落としてくるということができるようになったので、使わないこともあるんですけど、突然使い始めたりするので、まあ、なんだろう、この世で初めてそのライブラリーを取ってくる立場だった場合、プロキシに乗ってない、キャッシュが乗ってないので、Git から直接クローンしてくる必要が出てくるので、Git を使われたりとかします。これ Git のインストール方法がこう親切に載ってるだけですね。で、Go の、インストールは、このダウンロード Go というところから、インストールできます。公式サイトから取れますと。ちょっと、最新版はこの場所とかなんかいい、なんかサイトの模様とか変わってるかもしれないですけど、大体一緒ですね。コメント匿名なんですけど、なんか誰が書いたかなんとか分かりますね。Go のコンパイルはですね、Go build っていうコマンドで、コンパイルを行いますし、まあ、Go build の、引数ですね、には main.go みたいな Go のファイルとか、ディレクトリを表す .とか、あとはパッケージ名とかを渡すことができます。まあ、同じような引数で Go run というコマンドがあって、これはですね、Go の、コンパイルと実行を同時に行う場合に使えますと。これが何嬉しいかっていうと、まあなんかインタープリターの言語、スクリプト言語のようにこう書いてダンと一気に実行したいみたいな、そういった時に使えますと。であとバイナリ生成したくないパターンとかに使えますね。はい。でよく使われるエディターと ID ですね、まあこう Vim、Emacs、VS Code、GoLand、サブ、あとなんだこれ、ライト ID ですね。これは Go 専用の ID です。まあ一番使われているのは、Go Land になるかなと思います。一番使われているちょっと語弊がありますね。商用でよく使われているものは、Go Land が、多いかなと思います。ジェットブレインズ製の、ID になっているので、まあ安心安定の、ジェットブレインズ製の ID と同じ使い勝手ですと。でかなり多くの、そうですね、仕事として Go をやってる人が使っています。まあ、私の周りの方も、まあ、ほとんどの方が、Go Land を使っていますと。まあ、保管が高速なのだったりとか、あとはインターフェースの実際のジャンプとかリファクタリング機能とかがこう充実していて、まあ、デバッグもまあ中部では GoDelv という、Delv というデバッグを使ってますけど、非常にいい感じにデバッグができると。まあ、ただ、有料、まあ、いいエディターなので当然有料なんですけど、まあ、条件付きの無料プラン、まあ、要するに学生だったりとか、あと OSS 開発者がその OSS を開発するのに無料だったりとかいうので、無料で使えるパターンもありますと。で、Go Land の他に JetBrains 製のそのエディター ID のその Go プラグインという形で提供されている場合もありますと。そちらとまあ基本的に機能一緒ですね。これはまあ Go Land でハローワールドする方法について書いていますと。まあ、そんなに特殊なやり方ではないので、ちょっと割愛しますね。こんな感じですね、Go Land の表示は。はい、次、VS Code ですね。VS Code もまあ似たような感じで、最近 VS Code は Go の標準というか公式のプロジェクトになりました。ちょっと語弊があるな。VS Code の Go 拡張は Go チームの正式なプロジェクトになりました。要するに、移管されたって感じですね。
Go のコアチームの方に、Google のコアチームの方に移管されましたと。まあ、こんな感じですね、VS Code。VS Code が非常にいいのはですね、Go のプログラムを開くとですね、Go のプラグインを入れますかと自動で出てきて、入って押しとけば、なんかいい感じに開発環境が揃うことなので、どのエディターを使っていいかなって思っている方はですね、VS Code を使うと、早いかなと思います。あとはまあさっき言った通り、公式プロジェクトになったので、突然サポートされなくなるみたいなことはないです。